サカデフラワーチャンネル始まります。皆さんこんにちは。今日も70代のフラワーデザイナーランチの巻でございます。今日はこれを作りましたねきんぴらでございます。きんぴらごぼうと炊き込みご飯、即席のお汁でございます。これを今からいただきたいと思いますが、きんぴらごぼうの作り方を最後までぜひ見て、よかったらグッドボタンと、そしてどうかチャンネル登録よろしくお願いいたします。2500名、3000名目指してただいまのところを頑張っております。それでは今からいただきます。皆さんお久しぶりです。結構まあ忙しくて、また料理動画になってしまいました。きんぴらごぼうを作る予定にしております。食事をする前にまずね、きんぴらごぼうの作り方をぜひ皆さんに見ていただいて共有していただきまして、最後までご覧になり、どうかチャンネル登録よろしくお願いいたします。もうきんぴらごぼうなんて久しぶりでございます。やはりね、あの包丁のねさばきがね悪いですね、手つきが悪いですが、まあご勘弁ください。あの水の中にはお酢がね、まあ大さじ1杯ぐらい入っております。なんかね、慣れてきた頃ね終わるんですよね。ささがきが慣れてきた頃終わります。これね、太いのと細いのが1本ありました。まあ、冷蔵庫にありましたものですから、ささがきごぼうを作ろうと思いました。ただちょっとねメインにならないので、急いでスーパーにお肉をね、牛肉を買いに走りまして、そして炊き込みご飯もしようと思いましたら、またここも、お揚げがなかったので、お揚げとお肉を調達に参りました。もう真由美先生のところはすぐ近くなんです、スーパーがね。でもね、車で行くんですよ。ささっと行ってまいりました。ささがきね、このように早くできるといいですよね。でも危ないですよね。まあこれはね、なかなか孫にねやらせられないですね。ここが手間ですね、やっぱりね。きんぴらごぼうってね、母はよく作ってくれたんです。亡き母はよく作ってくれたんです。そして、あ、まだやってますね。そしてね、まあごぼうだけでは美味しくないので、ピーマンと人参を、それから牛肉を入れて、ちょっとあのメインに近づけたおかず作りということでやっております。ピーマンは色がね変わりますから、一番最後にあの入れて炒める予定にしております。今から人参も切りますが、炊き込みご飯にもちょっと人参を使いますので、あの切り方を少し変えております。すごい早送りにしております。すごい達人です。包丁さばきがなんてすごいんでしょうか。まあ、こういう動画ですね、あのカメラで撮りながら作るのって本当にね大変ですね。ずっと回しっぱなしだと、もうなかなかね編集が大変ですので、ちょこちょこ切ったり、それから早送りして後の編集でどうにかやっております。このように準備ができました。今から牛肉を切ってまいります。ちょっと細めにね切ります。そして今お鍋がありますが、お鍋の中にお水が張ってありまして、お湯にして、今からごぼうをさっとあの1分かね2分ほど湯がきます。そうするとまあ炒めるのも楽ですので、このようにさっと湯がきます。下ごしらえですね。まあやっぱりお料理も、まあ仕事も何でもそうなんでしょうけど、段取りですね。そして味付けはすき焼きのタレという市販のものを使いますが、まあお酒、みりん、お砂糖、醤油で味付けられてもいいと思います。今ごぼうを湯がいております。まあ今日涼しかったからいいんですけどね、真夏だと結構暑いですよね。火の中で、火のそばにいるとね
火の中にいたら大変ですね。ごま油大さじ2杯を投入いたしました。それから今から牛肉を炒めてまいります。そしてごぼう、人参、最後にピーマンということでございますね。今ちょっと重い分厚いねフライパンなので火が、まあ、煙が上がっておりますね。もう強火でガンガンといきますね。牛肉を少し炒めました。色が変わったところにごぼうを投入いたします。あ、人参か、人参はさっきね、人参ちょっと見せていただけばよかった。人参を入れております。少し炒めた後でごぼうを入れて、まあ、お湯を切ってね、はい、そして炒めてまいります。結構ね編集でねカットカットしているので、あのまあ結構ごぼう、きんぴらごぼうを作るの時間もまあまあメインのおかずとそう変わりない手間暇がかかりますね。でこれはまあ作り置きしようと思ってますので、あのちょっと多めですね。で一番最後にピーマンを炒めまして、それからあのすき焼きのタレを、まあ、大さじ1、2杯、まあ、適当でございますが入れまして、そしてあのまあなければ普通の唐辛子でもいいんですけれども、韓国唐辛子をあの後でちょっとピリッとするために入れますね。そして一番最後にあのごま油をちょっとね、まあ、こう垂らして、ちょっとあとごまも切ったりすればよかったんですけど、ちょっとお友達のところに持っていく時間がちょっと焦りまして、そこを忘れてしまいましたね。最後にごま油を垂らしてごまも切ってお持ちすればよかったかなと思っております。今頃お友達はあの食べてくださってるのでしょうか。お昼にねちょうどお届けいたしました。で手作りの醤油麹も入れております。最近ね醤油麹、塩麹がねすごく出番が多くてね楽しいんですね。お料理がね、その分お料理が楽しいです。韓国唐辛子入れました。これね赤いんですけどそんなに辛くないんですね。でもまあ、 あのピリッとして、でこの汁気がなくなるまで煮詰めてまいりますが、あのちょっと味見をして硬かったらちょっとお湯を足して少しグツグツっと煮ますね。汁気がなくなるまで弱火でちょっと煮ていきます、ね、まあ、焦がさないようにね。お料理で最後で焦がしたりなんかしたらもうね本当にグーチョキパーになっちゃいます。炊き込みご飯を作ります。炊き込みご飯、これはお米2合です。で水を切っておりますね。そこにシーチキンと人参とお揚げとごぼうを入れます。この間ね哲夫さんって方からコメントをいただきまして、炊き込みご飯にはごぼうを入れると美味しいんだよというコメントがございまして、チャレンジしております。まあ本当にねこう鶏肉なんかも美味しいと思いますし、あのサバ缶でもね作れるんですけど、まあサバ缶の場合はちょっとね作り方をちょっと変えて生姜なんかをね入れないといけないですけれども、ここに、タレを入れまして、焼肉のタレ入れてちょっと醤油も入れたりして昆布も入れております。まあちょっとね出汁がね、さあこれからスイッチを入れて、まあ、ガスですので意外と早くできるんですよ。きんぴらお友達におすそ分けで入れております。ここのところねあのごま油とねごまを振ればよかったかなと思っております。そしてご飯ができました。炊き込みご飯ができましたので、これも一緒にねお友達のところにお届けいたしました。熱々をお届けいたしましたよ。まあ、2合っていうとねもうほんと何日、私だったら何日分かな、5日1週間ぐらいありそうですから、まあ一人でねこんなにいっぱい食べられませんのでね、
で、まあ冷凍にしてもいいんですけども、その冷凍したものをね、食べるのもまああんまり美味しくないですよね。せいぜい 2,3 日のうちに食べてしまいたいので、お友達にお裾分けいたしました。まあ美味しそうにできましたので、いただきます。きんぴらも行ってみたいと思います。きんぴらもグーでございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとでもよかったらチャンネル登録どうかよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。また見てねー。